メンデルスゾーンはアメリカ合衆国生産でアイルランド状況の競争場である。主な勝ち倉は2017年ブリーダーズカップ、ジュベナイルターフ、2018年 UAE ダービーである。半ネには2016年のビリシーディスタフなど G1 競争11勝を挙げたビホルダー、また半兄にも2007年のキャッシュコールフューチュリティを制しているイントミスチーフがいる。 7月15日から競馬場の未勝利戦でデビューし8着。2戦目で勝ち上がると、シャンペーンステークス7着を挟み、G1 初挑戦となったデューハーストステークスでは、デビュー戦と同じローダン機種を背に挑み、8番人気と低評価だったが US ネイビーフラッグの2着に入る。11月のブリーダーズカップジュベナイルターフでは、前走のデューハースト S で US ネイビーフラッグに、 企乗していたムーアキ手シュを安城に迎え、道中3番手につけると直線で早めに戦闘に立ち、アンテームのド,ドメインの追撃を振り切り、G1 発制覇を飾った。3月9日、弾道区競馬場で行われた、オールウェザーのパットンステークスで指導し、圧倒的一番人気に応え解消。ドバイに遠征し、3月31日の UAE、ダービーでは、コースタートから花を奪うと、 直線で後続馬に18馬身もの差をつけ圧勝した。大一番のケンタッキーダービーでは前走に引き続き安状にムーアを迎えて臨むことになった。この時ムーアは同じ週にイギリスで行われる2000ギニーにも同じ場所で同じオブライエン級社のサクソンウォリアーが出走登録をしていたがムーアはこちらを選びドナカオブライエンに 乗り代わりとなったサクソンウォリアーは2000ギニーを制した。一方メンデルスゾーンは前走の圧勝ぶりが評価され本場アメリカの強豪馬と共に有力馬の一頭に押される。欧州馬初のケンタッキーダービー制覇が期待されていたがスタート直後に束にぶつけられる不利を受けたことや不良馬場から20着のとの負けを喫する。その後7月のドワイヤーステークスでは一番人気に 押されるも勝ち馬からキューバ新反サの3着。8月25日のトラバーズステークスは人気薄ながらカトリックボーイの2着と逃げ粘った。秋に入り、ジョッキークラブゴールドカップ3着、ブリーダーズカップクラシック5着、そしてシガーマイルハンデキャップ4着を最後に現役を引退。アッシュフォードスタッドで種ボバとなる。ありがとうございます。